こんにちは、春菜です。今回はかぎ針編みでバラン模様のバケットハットを作っていこうと思います。それではサイズの紹介です。トップの直径が約16センチ、側面17センチで作っています。材料はこちら、アルパカウル海太3玉とかぎ針6号を使用しました。それでは一緒に作っていきましょう。まずはトップの部分を編んでいきます。指に2回ぐるっと巻いて円を作っていきます。この輪の中心から糸を引き出して、まずは鎖1目で固定してから指を抜いていきます。立ち上げの鎖を1目編んだら、この輪の中心から細編みを6目入れていきましょう。はい、6目編めたらこの輪を締めていきます。糸端を少し引っ張って、先に動いた方の糸をこうやってギュッと締めてから、糸端を一気に引っ張っていきます。はい、ここから2段目に入ります。6目編んだうちの最初の細編みの部分に同じ目に細編み2回入れて増し目にしていきます。で、これ今回ぐるぐる編んでいくので、この一周したところがわからなくならないように、このようにマーカーを入れておきます。今細編み2目入れたので、1個目の細編みの方にマーカー入れてます。はい、2段目はひたすら同じ目に2回ずつ細編み増し目ですね、ぐるっと一周編んでいきましょう。で、円が編める方は15段目までこのままぐるぐると円を編み進めてみてください。はい、ぐるっと一周していきました。マーカー一旦外して、ここから3段目に入ります。細編みを1目編んだら増し目、同じ目に2回細編みを入れるっていうのを繰り返していきます。今細編み1目入れたところなので、次は同じ目に2回増し目ですね。普通に1目入れて増し目を入れて、普通に1目編んだら増し目をして、これの繰り返しでぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと一周やってきました。続いて4段目です。マーカー外したら、まず細編み2目入れて増し目ですね。普通に細編みを2目入れたら、次同じ目に2回細編み増し目をしていきましょう。これの繰り返しでぐるっと一周編んでいきます。この後も引き続き2目編んで増し目、2目編んで増し目と、こんな感じでぐるっと1周やっていきました。はい、続いて5段目です。5段目も今までと同じ感じで編んでいきます。この細編みを3目編んだら増し目、3目編んだら増し目、これの繰り返しです。3目入れたら増し目、これの繰り返しでぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周やってきました。続いて6段目です。6段目は今までとちょびっとだけ変えるんですけど、このまま編んでいくとこの角張っていってしまうので、最初に2目編んでから増し目、その後4目編んで増し目、4目編んで増し目という繰り返しを入れていきます。はい、今まず細編み1目入れたところで、もう1目編んでから増し目を入れます。
増し目入れたら、こっからは細編み4目入れたら増し目、4目入れたら増し目、4目入れて増し目、繰り返し編んでいきます。この後も引き続き編み続けて、最後は細編み2目編んでぐるっと1周完了するはずです。はい、6段目完了しました。続いて7段目、7段目は細編み5目入れて増し目、細編み5目入れて増し目、これの繰り返しです。はい、ぐるっと一周やっていきました。続いて8段目です。8段目はまず細編み3目入れて増し目、次から6目入れて増し目の繰り返しで編んでいきます。まず細編み3目入れて、ちょっとマーカー忘れずに1周のところでちゃんとマーカーを戻してから編んでいきます。で、細編み3目編んだので次増し目ですね。同じ目に2回細編み入れていきます。で、こっからは細編み6目入れて増し目、6目入れて増し目の繰り返しで、最後は細編み3目編んだところで1周完了になるはずです。で、だんだん円が大きくなってくると、この細編みの編んだ目が分かりづらくなってくるので、しっかりと数えながらしっかり編んでぐるっと一周していきましょう。はい、8段目一周してきました。続いて9段目です。斜め編んだら増し目、斜め編んだら増し目という感じでぐるっと一周編んでいきます。はい、今増し目を入れました。この後も引き続き斜め増し目、斜め増し目とぐるっと一周編んで、ぐるっと一周やってきました。続いて10段目、10段目はまず細編み4目編んで増し目を入れます。その後8目編んで増し目の繰り返しですね。はい、今4目入れたので次編むのは増し目です。はい、ここからは8目編んで増し目、8目編んで増し目を繰り返して、最後細編み4目入れたところでぐるっと1周完了するはずです。8目編んだので今増し目を入れています。これの繰り返しでぐるっと1周編んでいきましょう。
はい、一周してきました。続いて11段目に入っていきます。11段目は細編み9目入れたら増し目、これの繰り返しです。このままぐるっと一周編んでいきます。はい、一周してきました。続いて12段目、まずは細編み5目編んでから増し目、その後から10目編んで増し目、10目編んで増し目、最後5目編んでぐるっと一周という感じで編み進めていきます。10目編んで増し目、10目編んで増し目、最後細編み5目編んでぐるっと一周やっていきました。はい、続いて13段目です。この段では細編み11目編んで増し目、11目編んで増し目を繰り返してぐるっと一周編んでいきましょう。だんだん細編みの数が多くなってくるので、ちょっと間違いやすくなるので、数えながらしっかりと目を入れていきます。はい、増し目を今入れてます。1目編んで増し目繰り返してぐるっと1周編んでいきました。続いて14段目です。この段は細編み6目入れてから増し目、それからは12目入れて増し目、12目入れて増し目、繰り返して最後6目編んでぐるっと1周完了という感じで編んでいきます。はい、今12目入れました。12目入れられたら増し目。ここからはしばらく12目入れて増し目繰り返して、最後6目細編みを編んだところでぐるっと1周です。はい、1周してきました。続いて15段目。これがトップで編む最後の段になります。15段目は細編み13目編んで増し目、13目編んで増し目を繰り返してぐるっと一周編んでいきましょう。はい、13目編んで増し目を今入れていきました。目の数間違えないように数えながらぐるっと一周編んでいきます。はい、
15段目最後までぐるっと一周編んでいきました。でこれがトップの部分になります。でこの直径の長さがだいたい16センチぐらいになります。こんな感じですね。で今ぐるぐる編んでいったので、この境目になるような線が出ていないのがわかるかと思います。でここからアラン模様を編み進めていきます。でこのアラン模様といったんですが、まあ、ちょっと下準備、アラン模様の下準備といいますか、まずはこの16段目はぐるっと一周目に合わせて細編みを入れていきます。ここは増し目しないので、ひたすらこの前の細編みの目に合わせてひたすらぐるっと一周細編みを入れていきます。はい、続いて17段目、ここからは2個下の目の細編みに針を入れていきます。通常ここに入れると思うんですけど、この1個下ですね、通常の1個下の目にこのように細編みを入れていきます。でこの時にこの糸をしっかりと取っておくことが大事になっていきます。どういうことかというと、この円の縁、こんな感じでぎゅうぎゅうに編んでしまうと、この可愛さがちょっと半減してしまったりとか、見た目が綺麗じゃなくなったりするので、この円の縁の上に針がこうやって出るぐらいに、この糸をしっかりと引き出してから細編みを入れて、1個前の段の細編みをしっかりと編みくるむような感じで入れていきます。ここぎゅうぎゅうに編むとあんまり可愛くなくなってしまうので、ここしっかりと糸を引き出してから編むのがポイントになっていきます。こんな感じでぐるっと一周編んでいきましょう。はい、ぐるっと一周してきました。で続いて18段目、18段目は目に合わせて細編み、普通の細編みを入れていきます。ここも増し目とかは特にないので、こんな感じでひたすら目に合わせて細編みを入れていきましょう。はい、ぐるっと一周編んでいきました。続いて19段目、ここからアラン模様っぽく編み進めていきます。まずは1目細編みを入れてからマーカーを戻して、この後長編みの引き上げ編みを4目入れていきます。針に1回巻いて、この刺す位置はこの1個下のここの目ですねに、このように針を入れて、ここで長編みを入れる。この時この糸ですね、しっかりグッと引き出した状態で編んでいきます。ここ引き出しがきつくなったりすると最後のアラン模様の仕上がりが悪くなるので、このように針を入れて、この最初の引き出すところですね、グッと今編んでいる外側の円の縁よりも少し外に出るぐらいグッと、こんな感じで糸を引き出してから編んでいきます。きつく編みすぎないように、ここはゆったり編んでも、もっとゆったり編んでも大丈夫だと思います。でこのあと細編み3目入れていくんですけど、適当に針入れてってしまうと、どんどん目がずれていく原因になるので、最後に細編み入れたところから 1,2,3,4 しっかり開けて5つ目ですね、ここに針を入れて細編みを3目入れていきましょう。この長編みの引き上げ編みを編んだ後の細編みは目がずれやすいので、しっかり裏面チェックしながら編んでいきます。ここからは長々編みの引き上げ編みをクロスになるように編んでいきます。で今針に2回くるくる巻いて、でここから針入れていくんですけど、 1,2,3 4つ目、4つ目の1個下の目に引
き上げ編み針を入れていきます。 1,2,3,4 の1個下の段、ここです。ここにさっきと同じような感じで針を通して、ここも糸をぐっと最初に引き出してから長々編み 1,2,3 と引き抜いていきましょう。この次も同じように針に2回巻いて隣の目に刺して同じように入れていきます。はい、でこの後細編み入れるので、最後の細編み入れたとこから1個2個開けて3つ目に細編みを入れる。でまた長々編みの引き上げ編み編んでいきます。で今度は少し目を戻っていきます。今長々編み2目編んで、その前にもう1個細編み編んでるんですけど、その細編みの目の左側、一番最初に編んだ長々編みのてっぺんの下のところっていうんですかね、ここに長々編みを入れていきます。でもう一回今編んだところの隣の目に入れていきます。はい、こんな感じで、でさっき編んだ細編みの目から1に開けて3つ目に細編みを1目編んで、でもう1個細編み編んで、これで1セット、ここまでが1セットです。これを繰り返し編んでぐるっと1周マーカーのところまで編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んでいきました。はい、続いて20段目編んでいきます。基本細編みなんですが増し目を入れていきます。入れる場所はこの前の段で編んだ長編み4目の右側のところに増し目を入れていきます。なのでまずは細編み1目編んだら早速増し目で、こっからだーっと普通の細編み編んでいって、この4目のくる手前の細編み、ここに増し目、この4目の1個手前の細編みに増し目っていう感じで、基本細編みで増し目を入れながらぐるっと1周編んでいきます。基本は普通に目に合わせて細編みで、このアラン模様、引き上げ編みとかをする段とこのように細編みを入れる段の交互に編んでいきます。はい、でこんなここですね、今2目入れました。この4目が来たら右側に増し目をしながらぐるっと1周編んでいきます。続いて21段目、細編みを2目入れてから長編みの引き上げ編みをしていきます。今1個入れたところなのでもう1目編んで、で長編み引き上げ編みで、今度はクロスになるように編んでいきます。なので右から数えて3番目のここにこんな感じで針を通して、ここから引き上げ編み、ゆったり糸を取っていきます。でこのクロスになる部分はより一層突っ張りやすいので、ゆったりを意識しながら糸を引き出します。で3番目は一番右の目に引っ掛けて、で最後4番目はこの右から2番目のところに引っ掛けて、長編みの引き上げ編み4目完成。で最後に編んだ細編みから数えて4つ開けて、5つ目のところに細編みを1目で、もう1個細編み編みます。今細編み2目入れました。で今度は斜めに長編みの引き上げ編み、前の段でクロスしてると思うんですけど、一番右に来ているところに針を今引っ掛けています。ゆったり糸を取って長編みの引き上げ編み、でその隣のところも同じように引っ掛けて長編みの引き上げ編み、
で裏確認しながら2目開けて3つ目に細編み入れて、このまま3目編んでいきます。2、3で、この後また長編みの引き上げ編みですね。で、この引き上げ編みするときは基本的に前の段で、2個前ですね、2個前の段で編んだこの長編みの部分に引っ掛けていきます。はい、で2目開けて細編み1目編んで、これで1セット、これの繰り返しをどんどんしていってぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んでいきました。22段目は細編みの段です。この段では増し目をしないので、ひたすら目に合わせてぐるっと1周細編みを編んでいきましょう。はい、ぐるっと1周細編みをしていきました。続いて23段目、まずは細編みを2目入れてから長編みの引き上げ編み4目入れていきます。はい、今細編みを2目入れました。で、ここでちょっと掘り起こすことになるんですけど、前の段でクロスしているんですが、この右から順番に1個ずつこう掘り起こして引っ掛けて長編みの引き上げ編みしていきます。きつくならないようにしっかり糸引き出して編んでいきます。で、4目編めたら今度は細編み1目、1目編んだら長編みの引き上げ編み斜めに入れていきます。で、もう1目同じように長編みの引き上げ編み、で、この後細編み5目入れます。で、そしたらまた長編みの引き上げ編みを2目。はい、これが1セットです。これを繰り返し編んでいって、ぐるっと1周していきましょう。ぐるっと一周してきました。このマーカーのところから細編みの段がスタートです。24段目、この段ではまた増し目を入れていくことになります。で、先ほどは、この前の段で編んだ長編み4目の右側で増し目をしていましたが、ですね、この長編み4目の右側で増し目していたんですけど、今度はその左側で増し目を入れていきます。それ以外は基本目に合わせて細編みを入れていきます。はい、今長編みのてっぺん4目分細編み入れ終わったところです。で、この後に同じ目に2回細編み、この段は基本これの繰り返しですね。ここからは普通に細編み編んでいって、長編み4目の場所が来たらその左側に増し目でぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んで、続いて25段目、まずは細編み2目入れてから長編みの引き上げ編みを4目入れていきましょう。で、今度の長編みの引き上げ編みはクロスバッテンになるように編んでいきます。バッテンで、3つ目のここのところに針刺して糸しっかりと引き出してから長編みの引き上げ編み、
で一番左のところに次は編んで、今度戻って右側、一番右側のところに引っ掛けて、最後は右から2番目のところ、ちょっと掘り起こしながら、はい。でこの後細編み2目入れます。目がずれないようにしっかり後ろの目チェック確認しながら細編みを2目。でこの後長編みの引き上げ編みを2目入れていきます。この後は細編みを5目。はい、細編み5目入れられたので、続いて長編みの引き上げ編みを2目。はい、これで1セットになります。これの繰り返しですね。この後も引き続き同じように細編み2目入れてから、クロスで長編みの引き上げ編みを編んでいって、ぐるっと一周マーカーのところまで編み進めていきます。はい、ぐるっと一周やっていきました。マーカーのところから細編みの段がスタート。26段目はもう増し目とかはなく、そのまんまひたすら目に合わせて細編みでぐるっと一周していきます。はい、細編みぐるっと一周してきました。27段目です。27段目はまずは細編み2目編んでから、長編みの引き上げ編み4目入れていきます。さっきクロスに編んだので、今度はまっすぐ4目入れていきましょう。ちょっと掘り起こしながら糸しっかり引き出してっていう感じですね。続いて細編み3目です。後ろの目しっかり確認してから細編みを入れていきます。1、2、3目入れて長編みの引き上げ編みです。2目入れていきましょう。続いて細編み3目入れていきます。1、2、3。はい、でまたまた長編みの引き上げ編みを2目入れていきます。細編み1目編んだら、これで1セット、これの繰り返しでぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んでいきました。続いて28段目に入っていきます。28段目は基本細編みで増し目を入れていきます。今度はこの4本の長編みの右側に増し目です。なので今細編みこの右側ですね、今細編み1目編んだので、その次に早速増し目をして、こんな感じですね。あとは基本目に合わせていって、でまたこの長編みの4目の右側のところで増し目をする、これの繰り返しでぐるっと1周ですね。はい、1周してきました。続いて29段目、まずは細編み3目編んでから
長編みの引き上げ編みを入れていきます。はい、3目編みました。今度はクロスに編んでいきます。もうここまでくれば分かってきたかと思うんですけど、ここの部分はクロスに編むのとこのまっすぐ入れるのとの交互ですね。クロスに編んでいく段とまっすぐ編んでいく段の交互で構成されてます。はい、長編みの引き上げ編みが4目編めたら細編み4目入れていきます。目がずれないよう後ろしっかり 1,2,3,4 チェックして、こっから細編みを編み始める。1,2,3,4目、4目細編みを入れました。でこの後長編みの引き上げ編みを2目入れていきます。はい、2目入れられたら今度はここ細編み1目入れて、また長編みの引き上げ編みを2目。はい、編めたら細編みを2目入れて1セットですね。1,2、はい、これが1セットです。今編んだものを繰り返し編んでぐるっと1周進めていきましょう。はい、1周してきました。続いて30段目。30段目は何も気にせず目に合わせてひたすら細編みぐるっと編んでいきましょう。はい、一周してきました。31段目、まず細編み3目編んでから長編みの引き上げ編み4目です。今度はまっすぐに4目編んでいきましょう。ちょっと前の段引き抜きが足りなかったのかちょっと埋もってる感じがしますね。こんな感じで糸の引き出しが少ないと次編むときにこんな感じで引き出しが大変になるので、この糸の引き出しゆったりとなるべくゆったりとさせたいですね。はい、4目編めました。ではしっかりチェックしてから細編みを4目入れていきます。1,2,3,4,4目編めました。でこの後長々編みの引き上げ編みをクロスになるように編んでいきます。針で2回巻いてクロスになるようになるので、ここの針を通して長々編みの引き上げ編みです。隣の目にも長々編みの引き上げ編みを入れていきます。はい、ここで一旦細編みを1目入れていきます。でまた長々編みの引き上げ編み、一番右のところに針を通していきます。でその隣にもう一回長々編みの引き上げ編み、はい、クロスできました。でこの後細編みを2目編んだらこれで1セットですね。この
このセットを繰り返し編んでぐるっと一周編んでいきましょう。はい、一周してきました。続いて32段目、ここの段は増し目を入れていきます。で、この段ではこの4目の長編みの左側で増し目をしていきましょう。はい、今4目のてっぺんに細編み入れ終わったところです。で、この次の目ですね、ここで増し目、同じ目に2回細編みを入れて、で、この後も同じようにこの4目の目の左側、ここの左側に増し目、それ以外は普通に目に合わせて細編み編んで、4目のこの部分来たら左側に増し目でぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んでいきました。続いて33段目です。まずは細編み3目入れてから長編みの引き上げ編み4目入れていきます。今度はクロスに長編みの引き上げ編みを入れていきましょう。クロスに編めました。この後は細編み4目入れていきます。はい、細編み4目入れられました。続いて長編みの引き上げ編みですね、一番右のところに入れて、1目同じように長編みの引き上げ編み、で、この後は細編みを3目入れていきます。3目入れられたらまた長編みの引き上げ編みを2目、で、細編み1目入れられたら、これが1セット。これを繰り返し編んでいって、ぐるっと1周ですね。はい、33段目1周してきました。続いて34段目。この段はもう何も考えずに、目に合わせてひたすら細編みでぐるっと1周編んでいきましょう。1周編んでいきました。続いて35段目、まずは細編みを3目編んでから長編みの引き上げ編み4目入れていきます。さっきクロスに編んでるのでまっすぐ4目入れていきましょう。はい、4目入れられました。続いて細編みを3目入れていきます。はい、細編み3目入れられました。続いて長編みの引き上げ編みを2目、
長編みの引き上げ編みを2目編めたら細編みを5目入れていきます。はい、5目編めたのでこの後は長編みの引き上げ編みを2目、これで1セットですね。ここまでの繰り返し編んでいってぐるっと1周、はい、1周していきました。36段目マーカーのところから細編みの段がスタート。この段ではまた増し目を入れていきます。今度はこの長編み4目の右側で増し目、この右側で増し目、それ以外は目に合わせて細編みです。マーカーから数えて3番目の目に今増し目を入れてます。それ以外の部分は目に合わせて細編み、こんな感じでぐるっと1周編んでいきました。続いて37段目まずは細編みを4目編んでいきます。はい、細編み4目編めたら今度はクロスに長編みの引き上げ編みを編んでいきましょう。はい、4目編めました。続いて細編み3目入れていきます。1、2、3目でまた長編みの引き上げ編み2目です。編めたらこの後細編みを5目入れていきます。はい、5目入れられたら長編みの引き上げ編みを2目編んでこれで1セットになります。この編み方をひたすら繰り返し編んでぐるっと1周編んでいきましょう。はい、ぐるっと1周編んでマーカーの部分からまた細編みの段38段目に入ります。ここも何も気にせず目に合わせてひたすらぐるっと1周細編みを編んでいきます。はい、ぐるっと1周してきました。続いて39段目、まずは細編みを4目編んでいきます。4目編めたら長編みの引き上げ編み、さっきクロスに編んでるので今度はまっすぐ編んでいきます。はい、4目編めました。続いて細編みを4目入れていきます。1、2、3、4、はい、今細編み4目入れたので続いて長編みの引き上げ編みを2目、
細編みを3目1、2、3あったら長編みの引き上げ編みを2目編んでいきます。はい、2目編めたら最後に細編み1目編んで、これで1セットです。このセットを繰り返し編んでぐるっと1周していきましょう。はい、ぐるっと1周していきました。続いて40段目細編みの段になります。この段でも増し目を入れていきます。今度入れていく場所はこの4目の長編みの左側、この4目が来たらこの左側に増し目を入れていきます。それ以外はひたすら目に合わせて細編みです。その次の左側の目で増し目を入れていきましょう。はい、こんな感じです。はい、40段目ぐるっと一周編んでいきました。続いて41段目です。まずは細編みを4目入れていきます。入れられたら長編みの引き上げ編みを今度はクロスに編んでいきます。4目編めました。続いて細編みを6目編んでいきましょう。1、2、3、4、5、6。はい、6目編めたら長編みの引き上げ編み2目入れていきます。1目編んで再び長編みの引き上げ編みを2目。でこの後細編みを2目入れていきます。1、2、これで1セットです。このセットを繰り返し編んでぐるっと1周。はい、41段目1周しました。続いて42段目細編みですね。もう何も考えずにぐるっと1周、前の目に合わせてひたすら細編みをしていきましょう。はい、1周してきました。続いて43段目、ラン模様の最後の段になります。細編みをまずは4目。はい、4目編めたら長編みの引き上げ編み4目編んでいきます。はい、4目編めました。この後は細編み6目入れていきます。
り細編み6目入れていきました。あとは長々編みでクロスに引き上げ編みしていきます。針2本かけてからクロスに編んでいくのでこの位置ですね。でもう1目長々編み、はい、でここで細編みを1目入れていきます。でまた針に2回くるっと巻いて長々編みの引き上げ編み、もう1目長々編みの引き上げ編み、今編んだ目の左側ですね。でこの後細編みを2目入れてこれで1セット、このセットを繰り返してぐるっと1周編んでいきましょう。はい、ぐるっと1周してきました。44段目、ここは何も気にせず目に合わせて細編みをしていきましょう。もうここからは仕上げに入っていきます。はい、ぐるっと1周細編みしてきました。続いて45段目、で45段目は普通の細編みと、2個下の段に細編みを交互にしていきます。まず細編み1目編んでマーカー戻したらこの次からこう2個下の段にこんな感じで針を通して細編みですね。この時もぎゅうぎゅうに編むのではなくてしっかりと糸を引き出してから編んでいきます。これの繰り返しですね。はい、これでぐるっと一周編んでいきました。続いて46段目、46段目は何も考えずに目に合わせてひたすら普通の細編みをしていきます。はい、ぐるっと一周編んでいきました。続いて47段目、また交互に編んでいきます。まずは普通の細編み編んでその次に2段下の目に細編み、でこの時にポイントがあるんですけども、まあ、普通に針を入れていくとここですね、この位置にこのままこのように編んでいくことになるんですが、これだとちょっとせっかくのこのここだとねこの目が分断されてる感じがするのがちょっとわかりますかね。ここをどうにかこの一本のラインみたく綺麗に見せたいんですね。なのでここの目に入れるのは変わらないんですけど、この V 字になっている目ここですね、これの間をこのように割るような感じで針を刺して糸を引き出してもらうとこのラインができていくんですね。普通にこのまま入れるのではなくてこう編み目を割るようにして入れる、2個前の段で編んだこの大きな細編みのこの V の字になっているこの間に針を通して入れる、こんな感じです。さっきのと違いが分かりますでしょうか。針を入れるところは変わらずに編んでいきます。はい、で48段目、48段目は何も気にせず細編みです。ぐるっと一周このままいきましょう。で一周してきて再び49段目、
また交互に編んでいきます。でさっき編んだようにこの前の前に編んだ目の間を割るようにして大きな細編み入れていきます。この一手間で綺麗なラインが縦のラインができていくので最後50段目です。50段目は最初のマーカーの位置にまず1本を引き抜いて鎖1目で立ち上げてからバック細編み右側に戻っていきます。この一番最後に編んだこの大きな細編みの目に最初ちょっと針入れづらいんですがこのように針入れて細編み右側に進んでいきます。戻って細編み針入れるときにちょっと抜きやすいので指でしっかりこのように押さえながら針を刺してバック細編み進めていきます。これが最後の段の縁取りになります。このままぐるっと一周編んでいきましょう。はい、ぐるっと一周していきました。最後のマーカーが今入っている目まで入れていきます。最後の目にバック細編み入れられたらここで糸をカットして糸処理に入っていきます。糸をスッと引き抜いてここからはとじ針でこの糸端をしまっていきます。この今編んできたバック細編みの目にまずは一旦スッと入れていきましょう。ちょっと一旦このぐらい入れておこうかなと思います。でちょっと私これだけだと不安になってしまうタイプなので一旦この糸端を裏側に出してでこの一個前の段のところとかにしまいそうな感じで入れていきます。表側にビュッと糸が出ないようにちょっと気をつけながらこんな感じでしまって余分なところはカットしてこんな感じで糸処理を終えたいと思います。糸処理を終えたらこれでアラン模様のバケットハットが完成です。はい、こんな感じでかぶってみました。アラン模様のバケットハットいかがでしょうか。ちょっとこの時期寒いので耳もしっかり隠したいなと思ってちょっと深めにしてみています。で、私の頭のサイズがここがねすごく出てるんですよ私は。なんでもしかしたら頭の小さい人とか顔の小さい人はこの帽子がちょっと大きく感じるかもしれません。なのでそういう方たちはこの糸を少し細めの糸で編んでみたりだとか途中で増し目入れたと思うんですけどちょっと1個減らしたり2個減らしたりすることでサイズ調整をしてみていただければなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もお願いいたします。バイバイ。